鳥居小祝神社は、群馬県高崎市石原町にある神社。式内社、上野国七宮で、旧社格は豪社。神門は、三度の絵江戸時代の旧称は、小祝大明神祭神は次の一柱。神道集では、本事物を、文殊菩薩とする。ただし、近世の縁起には、薬師とあるほか、神社裏手にも、 薬師堂が存在していた。教法2年の文書では身体を石とする。なお、式内社調査報告では少なびこなの命のほか21柱があるとする。創建は不詳。付近には三島塚古墳があるほか、境内から縄文時代前期の土器片が出土したことから、古くより当地に鎮座したものと推測される。当社の法塞氏族は明らかでない。 上野国新名町には、群馬西軍に、即歳寺、小祝い明神の記載があるが、この、即歳寺は、上野国府近くの引間明賢寺に否定される。このことから小祝神の放祭士族は、国府官人になったと見られ、先の、即歳寺、小祝い明神は、国府近くに建立された、即歳寺に、氏神として当社から誕生されたものと推測される。 創建は不詳。国史では、小祝神の深海が元行四年に、生後医下から生後以上、君十二等に少女された胸の記載が見える。延長五年成立の、演劇式神明庁では、上野国片岡郡に、小祝神社と記載され、式内社に列している。なお、道庁では、当時の読みとして、おはふりと振られている。上野国神明庁においては、 宗者本では、鎮守十社の七番目に、小一位小祝大名人と見えるほか、一宮本では、鎮守十社の四番目、軍書類十本では六番目に、それぞれ、十一位小祝大名人と記されている。関連神明として、前述のように、群馬西軍に、十三味即祭寺、小祝い名人の記載がある。南北朝時代成立の新東州では、 上野国9カ所大民神寺に、七宮八卓宮、少子とサルス本寺波門樹なりとあることから、当社は上野国の七宮に列したとされる。江戸時代には、昭徳六年の草原戦時で、昭一位を授けられている。また、教皇二年には、現在の本殿が造営された。近世の別当寺は石、正寺であった。明治五年には、 近代社格制度において豪車に劣し明治42年には、新鮮兵白領とも新社に定められた。本殿現在の主要社殿は、本殿、平殿、拝殿からなり、これらが一体となった形式である。ただし、平殿、拝殿は、本殿よりも後の造営になる。文書、法能学によると、本殿は、 江戸時代の聖徳三年に造体が企画され、教法2年に胸上げされた。形式は三権者入りもや作りで、側面も、見間からなり、正面には、後輩三権を付す。屋根は、当初はひわだき、またはこけらぶきであったとみられるが、現在は、銅板武器である。本殿内部は、外人と内人に分かれ、内人には、図紙が安置されている。 この本殿は、高崎市の神社本殿としては最古であるほか、その背面にはめ込まれた彫刻パネルが、類例の年代判定の指標にもなるとして、胸札、法能学、寄進名とともに、高崎市指定重要文化財に指定されている。ありがとうございます。